稲穂も揺れる鳥揺れる、あいつはタクシードライバー、ファッションオーライバックオーライ。やっぱり今日聞いても、うん、出囃子が長い。まあ長いのは長いですけども、はい、こんだけやっぱ聞かせられるっていうのは今日本において僕ぐらいしかいないわけですから、これはもうしょうがないじゃないですか。いや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 、見ましたかこの、 あの前奏だけでのあの反響というか。いやいや、まあそれはもう矢沢永吉にも負けてない。誰のこと歌ってんねやっていうところもあるじゃないですか。そんなことは関係ないじゃないですか。メッセージソングですから。何のメッセージか分からへんわ。あのね、僕ね、でもね、不思議でしょうがないんですよ、うん、こういうすごくいい詩をね、はい、バンバンこう出す、書けるわけですよ、僕なんか、うんうんうん、まあエキセントリックしかり、カズミコしかりにして、はいはいはい、タクシードライバーしかり。あ、今のはタクシードライバー、タクシードライバー、当たり前よ、タクシードライバー以外に何があるの。いや、それ知らんからやな。タクシードライバー1959じゃないですか。なんでそんな古いの。いやいや、ちょっと時代的にはそんなもんなんですけど、こういうのを僕はできるわけなんですけども、はい、誰もなんですか、ミュージシャンというか歌手が、はい、松本人志に対してですよ、はいはいはい、その詩の由来がないっていうのが、スマップしかり、ユーミンしかり。ユーミン、なぜ言ってこないのか、僕は不思議でしょうがないんですけどね。まあまあ来たら来たでね。そりゃそうですよ、うん、もう間違いなくヒットするわけですから。なるほどなるほど。じゃあ君にかってもっと僕に言ってきてもいいわけですよ。そんな奥田民生やなんや言うとらんと、小室なんや言うとらんと、僕がどんどんやってあげるわけですから。いやそれはでも、うん、いやいや、エキセントリックもやってるじゃないですか。それでいいじゃないですか。ああいうのはほらちょっとコミックバージョンじゃないですか。で、はい、僕はまたシリアスなコミックをできるということはね、シリアスもできるってことなんですよ。あ、そうなんですか。これ分かっていただけます。いや、まあその詩はいいんですけど、誰が曲つけんねんっていうところもあるわけですよ。まあ曲もね、うん、僕はできないこともないんですよ。今日の今のタクシードライバーもちょっとしたパクリやんか。なんやねん。仕事放棄する。帰ったらええがな。何年マイク飛んでん。ここにはおるけど。喋るとか。なんてやねん、どうパクるやねん、ボケ。ちょっとした昔ら右目と左目くらいごっちゃんしたろか、ボケ。右目と左目をごっちゃにする。今のでもちょっとしたメッセージがあるわけ。いやいや、それ何やその右目と左目を。右目と左目、うるさいねん。そんなんええねん。もうこれで一曲できてるわけですよ。右目と左目言うただけやけ。ごっちゃにしたろか、ベイベーっていう。もうこれでもうこれで今ので200万円です。高い高い。そんなもん、いや本当にだからできるわけやから、こういうメッセージが僕、君たち僕の言うことをどん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 こっから入れてここから流してるでしょ、はいはいはい、僕の言う言葉には全てメッセージが込められてるわけやから、もっと受け止めないと。そりゃそうですよ。一回どっかで発表してくださいよ。じゃあ何をですの。シリアスな詩を。はははははは。例えばまあ、うん、書いてもらって、それからボードにしてやね。ああ、いいですよ。ちょっとこうみんな見てもらって。いいですよ、いいですよ。僕やっぱり恋愛はかなりしてますから、その辺はラブソングなんかもガンガン歌っていける人ですから。別にまあラブソングかどうか知らんけども、そんなもんはね。発表してもらって。ああ、いいですよ、それはいいですよ。あ、この詩やったら例えばどういう感じの曲なんやろ、うん。はい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 、はい、まあ、それは詰めていける。ああ、いいですいいです。それはね、もう世間はなんやグレーやなんや言うてますけど、はいはいはい、まあまあまだまだ僕にましたらもうひよっこにもなってない。うずらですわ。うずら、別のもんですわ。このように、いや、何がこのようにやねん。こんなのもうメッセージが褒められてるわけですよ。ひよこじゃないやつらうずらだみたいな。いや、それ何やねん。だからおかしいやないで、僕はほら、なんていうんですかね、自分で歌うタイプじゃないから。なるほど。うん、人に提供して、人に提供するタイプやから、まあ歌唱力ももちろんありますよ。でも僕がそれをやってもしょうがないじゃないですか、はいはいはい、ね、あなたみたいにそのミュージックステーション一人で出たりとか
僕そういうことはできないですから。なぜできない？しゃあないやんけお前、そんなもんお前なしとんねやから出な、ボケ。いや、あれは僕はある種すごいなと思いますよ。めっちゃ上がってたけどね。いやいや、俺が出たらあんな上がり方やないもん。あ、もっと、ね、もう失禁してるもん。失禁してるし、顔ブツ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 、怖っ。いや、ずっとタモリ映してるわ。そうそうそう、タモリってなんで呼び捨てやねんと。ここ一応言うとこ。うん、いや、ほんとにだからあのもっと来てもいいはずなんですけど、なんか来ないんですよね。いや、まあ一回これぐらいかけるっていうのをね、見せましょうよ。いや、でもね、うん、誰かがそれを歌うっていうことにならないと僕力発揮しないんですよ。いや、でも松本がどんな字か分からへんのに、そんなもんな、ボケ、ほら。いや、せやけど、うん、誰か、いや、うん、でもいい詩は絶対書きますから、この番組見ててる人でも。ほな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 、誰に来てほしいか。いや、誰でもいいですよ、この際。いや、ほなこの人に歌ってほしいとかいうのはあるでしょ。ま、歌ってもだ、俺歌だろ。これね、客におかしな入ってるで。ねえ、あんた作って兄貴が歌うでか。黙っとけもう。昨日なんか俺留守電に入ってたんですよ。ああ、そう。いや、なんか知らんよ、東京まだ来てるから言うて。それは聞いてたよ。ああ、そうなんや。別にここ来てる思えへんのよ。勘弁してや、もう。なんでお前に曲かけなあかんねん。芸能界で最も不良のイメージが強いタレントの松本さん。はいはい。僕も松本さんのように、うん、不良のイメージでいきたいんですが、まず何をすればいいんですか。これはね、不良っていうのはやっぱ持って生まれた野生の血みたいなもんですから。なるほど。昨日今日でね、急に不良、あ、そんなもんね。うん、そらそうやわ。青病炭がね、はいはい、そんなもん。青病炭かとか知らんけど、ダメなわけですから。それはまあ環境にもよるんでしょ。環境にもよるでしょうね。ね、まだあんま不良っぽさはないでしょ。そうでしょ。どっちかというとヤクザっぽさでしょ。なんでやねん。ヤクザっぽさと不良っぽさは違うんですよ。僕は不良っぽさ代表なんですよ。あなたヤクザっぽさ代表なんですよ。でも違うことあれへんわな。あのね、不良っぽいっていうのはね、どっかいう、なんていうのかな、頼りがいがあるというか、包容力の度塊なんですよ。ヤクザっていうのはやっぱり単純に怖いんですよ。で、女は怖がらせてはダメなんですよ。わかりますか。はいはい、わかりますよ。このね、微妙なラインなんですよ。はいはい、このラインがあるんですよ。はいはい、こっち、このラインからこっち入ってしまうと、はいはい、もうこれはもうヤクザなんですよ。なるほど。その線よりギリギリ向こうぐらいをこう保っとくのが、女はもうポーッとなるわけです。お前も俺も変われへんわね。全然違うわ。この辺の人に聞いてごらんなさい。はいはいはい。何ですか。怖そうなんはどっちやるとやっぱこっちやで。あ。これパクーンと来たわ。パクーンってない。青か。おかちん通り越したわ。どっちが、うわー、ちょっと、いいですよ。どっちが怖い、どっちが怖そうですか。浜田が怖そうやっていう人。ほら。え、まだ。この方が怖そうやっていう人。ほら。そらそうやって。あれ、最近なんか変わってきたな。なんでやねん、全然変わってきた。昔はお前の方が怖そうや。全然そんなもんない。ずっと笑ってるもん、俺。ずっと笑ってるもん。それは自分ら間違ってるわ。なんでやの。いや、そりゃそうですって。自分ら俺のこと何にも分かってないよ。もう家一人でおるときにしてやりたい。もういやんとかさ。いやいや、怖く
くないのと、いやんはもう全然違う。こんなんですよ。なんで家で怯えてるの。おかしいよ。あらららららら、あ、そう。そらせや、そら自分が思うほどそんなんじゃない。やっぱり見た目が違うから。いやそうですか。いやなんかね、あれタカスとかでも言うんですよ。はいはいはい、あのダウンタウンはね、うん、やっぱりタチ悪いから、うん、他の芸人にしたら絡みたがれへんとか言うんですよ。えらいまたきつい指摘やね。きつい指摘なんですけど、まあそうかな。でもそれはやっぱり俺は絶対浜田が悪いんやなんでやねん。お前がなんかおう言うてなんか下の人間をこうやって見下したような目で見るやんか。なんでやねんお前。見てへんわ。俺はもうほらなんか抱きしめて一言みたいな男じゃないですか。抱きしめて一言みたいな。いじめもひどかったぜお前。俺は結構止めてたやんけ昔から。いつ何をやねん。団子や団子、君の団子言っておるんですよ。君の団子寝てる間にネスカフェここに痛い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 、目が痛い。そんなんする。寝てる後輩にここにネスカフェ。わけなんぼなんぼコーヒーか知らんけど寝られへん意味が違うっていう。今までに卍固めや DDT など、うん、様々なプロレス技を開発し、うん、プロレスラーに伝授してきた松本さん、はあ、一番最近開発した、まあ、新しい技は一体どんなんですか。まあいろいろ考えてますよ。関節技とか、はい、あ、ほんならそれちょっと一番新しいの。いや、あんたにかけるしかないですよ。もうしゃあないですわ。お前さ、なんか恥ずかしいことじゃないからな、ギブアップするのは。はい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 。なんかアホやからお前は。お前はほんまにアホやから。我慢せんでええと。我慢せんでええで。うん、痛かった痛いと。でやったら、それは外してくれっていうあれやから。はいはいはい、でも場合によっては言わないと。とりあえずアクション起こさないと僕はやめない。はいはいはい。頑張るなよ。あ、分かった分かった、はい、じゃあ何かけようかな。いやちょっと分からないですけど。あ、そうですか、はい、なアポイントメント。な優しそうやな、なんか。大丈夫ですか。はい、いきますよ。じゃあほんまパワパワってやらないといけない。はい、はい。何。いやこうさせてくれや俺に。痛い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 とか。お前が多分もうやれへんと思うから俺がやったってるわけですよ逆に。いやそのせんでええがな、俺がやるがな。何多いな。いや俺がやりたいやん。痛い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 とか外してとか言いたいがな。そうですか。じゃあもうアポイントメントやめましょう、うん、ね。はい、じゃあ、そうですね、何しようかな、キックオブザタイガー。いますよ。キックオブザタイガー別に話に使ってへんけど、それはいいんですか。関節技やから覚えてください。護身術でも使えますから、はい、こう曲がるけどこうは曲がらないんですよ。こういうとこを痛めつけていくわけですよ。はい、痛いでしょこれ。ね、もう苦虫噛み強者みたいな顔してるからね。さぞかし痛いんやろね。こうね、こう痛いやろ。ここ痛いやろ。泣きそうな顔して泣きそうな顔すんな。さぞかし痛かったやろね。ツボがあるから人間の体には。ツボあるね。こうね、はいはいはい、こういろいろそこを刺激してやるわ。あ、なるほど、ね、例えばエキスプローラー行きましょう。え？エキスプローラー。エキスプローラー。あ、うん。あ、ちょ、お前のがしんどそうやんか。こんなのも覚えといた方がいいよ。エキスプローラー。一番最初のやつ何やったっけ？ホワイトオブザタイガー。何や俺。お前のメガネあいつにかけさせろ。
お前のトレーナーあいつに着させろ。もうごめん、みんなそうしてくれるか。どうですか最近は。どうですか。なんでいいな。まあタクシードライバーもどんどん上位に上がっていってます、ね、上位にって何がしてんの。あれからどうでした、来ましたか。何がですか。オンエアしてから、まっちゃん俺に曲詞書いてくれへんかっていうのは来ましたか。いやしかしね、いやちょ待てや。俺はしかし、あ、分かりました分かりました分かりました、うん、あ、先週言うてたことでしょ、うんうんうん、そうなんですよ、あれ私あんだけ言うたんですけども、うん、そうですね。あの、スガちゃんがどうも僕の目をちゃんと見ないところを見ると何も来てないってことなんですよ、ね、というかね、僕考えたんですよ、うん、あのタクシードライバーの歌を歌うアーティストを募集したらいいのではないかと、うんうん、あ、そのこの間は誰に歌わしたいのって言ったら別におれへんかったからね。そうそうそう、うん、だから僕が新しく詩を書いて歌を作るというよりも、あのタクシードライバー、あの名曲ですよ、いわばヒサメに対抗するほどの名曲ですよね。いや、だから、うん、あれはある種パクリじゃないですか。だからパクってへんの。俺パクったこと一回もないねん。何のパクリやとお前は先週から言うとんねん。なんか昔のああいう青い山脈っぽいなんか、あ、いや、ニュアンスは取ってますよ、エキスはもうてますよ、確かに、はい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 、でもそれはパクリじゃない。そんなこと言い出したら俺がジーパン履いてることもジーパン考えたやつのパクリですよ。まあまあ、うんうん、ね、そんな顔するか怖いって言われんねん。ほらな、俺な、この間カウントダウン TV 行ったんですよ、うん、あの時にね、やっぱり俺らはね、俺もお前もやで、なんかね、やっぱスタッフ、全然仕事したことないスタッフはすごいビビってるんやなっていうのがね、分かりましたよ。そんなことないやろ。いやだってね、歌撮りの時に、うん、まあ、お願いしますってスタジオ入っていくわけですよ。ほんな歌のセットがあって、こっちにまあセット転換というか、あのちょっと待つ間の椅子を用意してるんですけど、見た？何ですか？パイプ椅子が5つあるんですよ。いいじゃん。5つっていうのは今だ以下あのメンバーの数。そのパイプ椅子の横にふっかふかのソファーが2つ。あ、俺知らん知らん知らんじゃん。え、それマジで？マジでふっかふかのソファー。もうパイプ椅子とは全く違う。それ1個でパイプ椅子が30個ぐらい買えるぐらいのふっかふかのソファーが2つボーン。俺知らん知らん知らん。これはどういうわけなんやろ。ほら他のメンバーはパイプ椅子に座れと。ほいで俺とお前はパイプ椅子7つやったらおいらが暴れると思ったんだよ。これ明らかに2人に座ってくれって言って当たり前やんか。お前だけっていうことはないの。なんでやねん、暗算やがな。パイプ椅子5つとふかふか2つやで。これどう考えてもダウンタウンのもんでしょ。多分あれは絶対動画なんでもダウンタウン様っていうことなんですよ。でもあえて書かないけど分かりましゃろって藤原でもいまだにもうすごいですもん。あ、まあ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 、あれはまあしゃあないよな、うん、あのね、うちのねマンションの近所工事してたんですよ、しばらく1週間ぐらい、うんうん、でね、ちょっとうるさって寝にくかった、うん、でもそれは別に藤原には関係ないやん、うんうんうん、だからもうなんていうの、一般っていうか普通の会話としてですよ、うんうん、いや藤原今日もな結構うるさかったんやって、うん、あ、そうですかって言えばいいじゃないですか、うん、そう普通の会話やから。申し訳ない。ほんまにね、涙出るんちゃうかないうぐらい。ほんまか、普通な顔をするんですよ。お前の背中の上で工事が行われてんのかよ。今ね。僕ね、一回ね、あのね、さんまさんがね、うん、男女7人かなんかやってすごかった時に、うん、花月とか来たらもうみんなすごいのよ、うん、危ないわすごかったなって、ま、楽屋で寝てられへんぐらいもう、って聞こえるわけよ。お前もやで、って言ってたよ、お前も。俺は記憶ないもんそんな。マジで、うん、俺もそれが嫌で嫌でしょうがなかったんや。ほんで俺一回会うたら普通に挨拶したろう思ってたんですよ、うん、ほなあの楽屋の、楽屋ちゃう舞台の袖でね、
あったんですよ、うん、ばったり、うん、あの人と二人で、うんうん、ここや思って、うん、もうあの人も絶対嫌がってると思ったんですよ。 ああいうなんていうの、うわーっっていうの普通に挨拶してくれやって絶対あの人も思ってるから、うんうん、久しぶりの、うん、最近味わったことないおはようございます俺はプレゼントしますせーと思って、うんうん、パッと会った時に、うん、おいっすって言うたんですよ、うん、おいそんな挨拶認めへんいや俺どっちかがキラーって前はキラーってだったんですよ怖っ！おはようございます！って言うとんです。今日は元気があるのかないのかよくわからないんですよ。いや大丈夫でしょ。そうですか？裏で聞いてたら。青みな顔してやってました自分ら ね、 顔見てないね笑うのはいいですけどね、うん、笑うた顔がブサイクまあみんなそうやろ笑うた顔ですか、うん、あまあお前ブサイクやなブサイクじゃん言われてみて笑ってうわ汚いなお前あほっかお前カメラ通してみ全然ダメですよやっぱ今日はわかんねもうねちょっと嫌になってきましたですね。たまたま私先週オンエア見させていただきましたようさん喋りましたよ昨日も、うん先週も、うん、1時間近く喋ってましたけど喋ってましたオンエア10分あれへんもん今日は大丈夫ですよ今日のオープニングそんな長いことないでしょ、うん、今日のオープニングはあんまり大したことないですよねそうでしょ時間的にも ね、はいはい、まあちょうどええんちゃうそうですか、うん、ただまあこっち側もあんま喋る気がないんであの前に私あこれオンエアしたんかなしてない僕あんまオンエアチェックしてないんでわからないんですけど、はいはい、僕の家にゴキブリが出るというあ知ってたんちゃいますかあのねあれから僕万全の体制をしてたんです、うん、いつでも行けるように出たらもうコックローチエースの長いノズル板をこうパッて来て見たらもうすぐにできるようにもう自分で位置もこう決めてすぐ動けるようにいつでもできるようにしてたんですけどそれから一回も見ないんですよそれはまあなんでかなと思いつつも夢にね夢にでっかいゴキブリが出てきて2メーターぐらいあるんですけどええこれねお前俺のことテレビで言うたやろって言うわけですよごっつい怖かったんですよそれは怖いめっちゃ怖いでしょ、うん、でそれ言ううんって言うたらどつかれるんちゃうかなと思ったからうん、うん、うんって言うたらあんまり言うなよって言われたんですよ、はいはいはい、何本目の足か忘れたけどあんま言うなよあうんって言うたんですよそれからねもう出てこないんですよゴキブリがこれは何なんでしょうねそう一匹出たら結構おるはずなんよね結構おるはずなんですけど、うん、あの夢は多分そういうことやったんでしょうねそういうことっていういやだからそのもういいよと松本もういいよと、うん、松本も台所で遊んでもいいよっていうああ。何やねんいやどうしてほしいのよいや意味がいまいちああそういうことやったのかな一緒にやれいや違うの俺は面白けりゃ笑うけど何を言ってるか分からへんからああそうなんやちょっと待ってちょっと待って何面白ないんか大丈夫ですよそれでもなんかお前がそんなちょっと引いた感じになんかなっとったらあかんのちゃうんかこらボタン1個話2個ずつボタンやめんなよこらまあまああれですね今日はいろいろございます、うん、何がありますか今はやっぱりサッカーですかあサッカーなんかなでもすいませんけど、うんうん、この間のも僕そないに見てないですね僕ね、うん、サッカー別にいいんですよ、うん、勝手にやってくれて、うん、まあ僕はあんま興味ないですけど、うん、ね、うん、あれにねなんかこう便乗するタレントが僕は嫌いなんですよ、うん、ねえ便乗するタレントなんかああいうのがあると俺も前から応援してたぜみたいなお前サッカーのサの字も言うてたかみたいな言うじゃないですかいや言うてる人っていうのはもう前から言ってる昔からサッカー好きで言うてる人は別にいいんですよ、うん、いやそんな人ばっかりちゃうのそんなんばっかりじゃないんですよそんな誰やねんの
のやつとかやな。あ、そうなん。はい。ちょ聞き取りにくいねん。なんやねん。のやつとかあるやろ。いやはっきり言けな。分かれん。なんやって。のやつとかあるやろ。何のために肛門口にしてるんだよ。はっきり言うな。何なんでしょう、ああいうのでこう便乗して俺もみんなと同じですよみたいな、なんかそういうのがあるんですかね。あ、まあでもそれはあるんかな。ほらスポーツ新聞とかに、うん、あの試合があった次の日なんかもう出てるわけですよ、はいはい、カラーでね、うん、いや僕ね、ああいうあれがね、皆さんあれをね、あのそれはでもあれはでも問題取材っていうことでしょ。そうなんですよ。もうそれを見てるのを新聞社が撮ってるわけですか。違う、それが僕は絶対におかしいと思うんですよ、うん、というのは、うん、こう応援するメガホン持ってこんなんやっとるんですよね、うん、テレビなめで、はいはいはい、その写真はいつどこで撮ったんやっていう話ですよ、うん、だからそれは取材なんです。絶対嘘ですよ、うん、サッカー見ながらやってませんよ、うん、あれ何日か前に撮ってますよ。だから取材でね、取材でな、うん、でもサッカーは関係ないですよ。あれ絶対サッカーのもう前の日とかその前の日に撮ってますよ。あれはでも画面はサッカーの試合やってんちゃうん。映ってないよ、テレビ舐めやもん。映ってない。テレビの背中しか映ってないですよ。あ、そうなんや。そうや、あれ絶対マジカルかなんかですよ。ああいうの俺もう嫌。局アナとかも嫌なんですよ。もう全員がサッカー好きみたいに言うでしょ。私は興味ないですねって言うてるようなアナウンサー見たことないもんね。でも絶対おるはずやねん、アナウンサー腐るほどおんのにやな。全員がみんなサッカー好きなわけあれへんがな。いや、そらせや。なんでそんな言い方やねん。ガッツリ冷やご飯やん。炊きたてのほかほかやで俺ら。なんでそんな茶漬けにぴったりの感じやねん。ええやんそれ。ぴったりやったらええがな。あ、そうそう、キーパーって、はい、誰でもできんちゃん。何の特殊技能でも何でもないでしょ。ね、特殊技能だってこうやっといたらいいんでしょ。でも来たらこっち飛んできたらパーンでしょ。こっち飛んできたらパーンでしょ。こっちや思ってこう来たらポーンあのポーンポーンでこうでしょ。そうなんですよ。これこれなんですよ。ああ、そうだ、なるほど。あ、なんであんなに、あんなんどう、何あれ。いや、そら取られへんやろ。そう、練習やったら分かるじゃん。どうやって練習すんのよ、キーパーの練習って。いや、だから蹴ってもうたりして取ったりとかすんちゃうの。やっぱりそんじゃないと練習なれへんやん。でもそんな何ぼ取ったって取れるもんは取れるし、届かへんもんは届けへんねやからね。しょうがないよな。ビニョーン腕伸びるような練習の仕方があるんやったらそら一生懸命やったらええけど、取れるもんは取れるけど無理なもんは無理やねんから。いやそれはそれ練習しようもないし、別にあれは電気屋のおっさんでも何でもできない。いや、それは無理やわ。それは無理やわ。電気屋のおっさんの方がコードとかガーやるよね。ごっつい守備範囲広いで。いや、でも電気屋のおっさん守備広いけど遅いで。いやいや、それはやっぱ早いやん。いや、それは早せえ言うたら電気屋のおっさんもこらもん。いや早やろうにも限度ある。そんなの電気屋のおっさん全部上ばっかりやないかそれ。というか、ごっついでかいやつやったら絶対大丈夫でしょ。でかい言うても限度あるやんか。お前何を言ってんの。あのゴールいっぱい手が伸びてるぐらいのこんな大きさのやつ違うやろ。そんなやつおるわけないやん、お前。お前言いそうか。お前言いそうやんか。言えへんわそんなこと。でっかい言うたって外人のやつかってみんなでかいやんけ、ボケや。あおか、ハゲや。お前や。お相撲さんが赤ちゃんを抱くと健康に育つと言いますが、はいはい、松本さんが抱くと赤ちゃんはどう育つんですか。そういうことはよく言いますね。なんか抱いて、だから抱いてくれ抱いてくれって言うんですよね、うんうん、あ、やっぱりあの相撲取り の、うん、あの闘争心をいただこうみたいな、うん、なるほど。そういうのはやっぱりありますよね、はいはいはい、でこれはあながち嘘ではないと思いますね。あ、そうですか、うん、その件に僕は相撲取りに抱かれたことがありますから。それはまあ違う意味やけどもね。きっしょー。これはもう抵抗でけへんかったからね。あ、そらせやろうな。もう泣いて笑って泣いて笑って。もうなんか頭おかしなってきて笑ってもね、掴んだちょんまげの手応えは未だにいますよ。やめてや正常位か。正常位でしたからね。ま
あ質問は松本さんがダクト赤ちゃんはどう育つのかって、うん、まあ病気になるでしょうね。なんでやねん。お前この間の板尾の結婚パーティーの時に香港の息子バンバン殴ってたな。うんうんうん、うん、違うね。まだあれ何ヶ月や香港の息子、うん、グワッ寄っていって、うん、おいおいバーン。何回もやるからあれが男近寄っていったらもうすぐ泣くんやで。あいつそれは違うって、それは違うって。違うことあるんや。今ここでかわいそうという声が聞こえた。それは違う。いや、何やねん。何でもかんでもそうですけど、うん、俺の部分だけを見るなと俺はこう言いたいんですよ。どういうこと。確かにお前の前で俺は香港の息子の頭を殴ってた、うんうん、でもお前が見てないところで香港の息子に俺は同じようなことをされとるわけですよ。こんなや抱かれなどこも行かれへん。あいつが動き出したんか。違うんですよ。なんか可愛げないでしょ。そらあれぐらいまだ喋られへんのに可愛いもクソもあれへんがな。あれ喋ったら余計可愛いやないっちゅう。いや違う、だからあんな年はしゃあない。違うんですよ。おいおいって呼んでもこっち向かないでしょ。いや分かれだから肩ガッてっておいって呼んでるからその顔が怖いからバーンって呼んでる。怖い。それでもうみんなハッピーなわけです。三段跳びは昔七段跳びで、うん、ホップステップジャンプの後にあと4つあったと聞きました。松本さん、ホップステップジャンプに続く残りの4つを教えてください、はい、今の現代人は食べるものがどんどん良くなってきますし、うんうんうん、トレーニングも科学的なトレーニングをするようになって、ね、昔と比べて記録が大幅に伸びました。あ、そらそうや、そうなってくると、うん、ホップステップジャンプぐらいにしとかないと、うん、行き過ぎるので、うん、あの会議で決まったんですよ。行き過ぎる厚生会議で決まったんです。厚生会議。まあ、厚生会議というか、はい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 、あれで決まったんですよ、うん、飛びすぎる。あの、うん、そうそう、中国とフランス、中国はそんなことせんで言ったんですけど、フランスがそうした方がええ言うて、うん、日本は何も言えへんかったん。日本はどっちでもええんちゃうって言うて、ずっと頭研いでたらしいですけども、そんなんしませんでしたよ、七段跳び。大正デモクラシーですからね。あとの4つを。僕の対象デモクラシーはどこへ行くの。え僕の対象法、うんうん、今僕言いましたよね、はいはいはい、聞こえましたよね。聞こえましたよ。対象デモクラシーはね、はいはい、言いましたよね、はいはい、そのことに関して何かかけてあげて。毛布みたいなものじゃないとふわ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 して。いや風邪ひいてるから。いや大丈夫やと判断したんですけど、ね、僕はうん、まあ、その前の頭研いでたいうのも一回それなさいましたよね。あの子も毛布かけられへんままふわ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 浮いてる。次の太陽朝デモクラシーもふわ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 してる。なんかかけてあげて。あ、なるほど。頼むわ。僕のギャグたちが風邪ひいてるから。寒いっちゅうことやねんか。それは寒いいうことやねんか。寒いとかそんな意味ちゃうんだよ僕。頼むで。まあまあ、頼むで。しかしほんまに。いや、しかしはええやん。あと4つ教えてください。あと4つ教えましょう、はい、じゃあやりましょう。え、あ、やってくれんの。ホップステップジャンプ、お願いします。ホップステップジャンプ、おお、いついつ、いつ、いつ。じゃあやってみよう。なんで。まずはこちらの未公開トークから。まっちゃんの部屋である事件が。僕ね、ちょっと聞いてもらえます。あのね、あ、もうすごく僕はもう許せないことがあるんですけどね、はい、この時期になって、はい、僕まあ引っ越ししたっていうのもあったんですけど、初めて、いや別にそんなええとこじゃないですよ。夏を初めてまあ迎えるわけですよ、はいはい、なんか嫌な予感はしてたんです、引っ越しした時から、うん、ちょこちょこですよ、はい、もう夏に近づくにつれてゴキブリを見たんですよ。ええとこやったらあんまり出ない。あんまり高いとこじゃないんですよ。それは何が、金が。いやいや違いますよ、その建物的にですよ。金は高いね。まあ、まあ高い言うても20万ぐらいのやつ。
ではね、お前20万取るすごいやないか、ボケ。20万なわけないがな、聞いてますせ、うん、あ、じゃあ分かった、じゃあお前あの家の話しようか。いやもうええわ、それはどっちがすごいんかい。聞いてもらおうがな、一人で住んでんの反省すんな。住んでんのと、家族で住んでんのはまた違う、一人であんなところに行くよ。いやほいで、じゃあそういうんですよ、はいはいはい、ほいでゴキブリを見た時のこのショックたるやもうないわけですよ。もう完璧にでかいやつな。でかいんです、それがもうでかいんです。子供じゃない。今まで何匹か見たんですよ。でそれはもうバーン行ったわけですよ、はいはい、ところがこの間前パッと台所をつけたらもうガサガサって見て、もうごっついでかいんですよ、もうめっちゃでかいんですよ。それがね、今までは殺してたのがあの冷蔵庫の下に逃げたんですよ。ああそうなんや。で殺せてないわけですよ。ああだから僕はもう今一人暮らしじゃないわけなんですよ。わかります。でもそいつとの意思の疎通はないな。僕は一人暮らしがしたかったんですよ。いやいや、そんなもん殺したしまいや。いやでも殺せないんですよ。ほんとあれ置いといてええかな、あのないな、ゴキブリ入ってくる。いやもうそれがもう嫌やんか、もうなんかもう情けないやん、自分の家にゴキブリホイホイやんのはやっぱり。いやいや、そのためにあるんやから置いといたらええかな。俺頑張ったんちゃうん。頑張ってこういうとこ住んでんちゃうん。なんでゴキブリホイホイやねんと。お前おかしいってそれは。そのためにあるんやからええかな、置いといたら。いやそれは辛いでしょう。だって台所に1個、もう1個家があるわけですからね。そりゃそいつの家やから。お前の家やないや、お前の家はお前の家や、この空間がお前の家や。そいつの家にも俺は毎月金払ってるいうことで。言い換えたらな、何平方か知りませんけど、その分俺が払ってるわけやんか。金あるんやから引っ越したらええがな。またそうなんかな、やっぱり。ええー、いやいやもう そこはお前何言ってんねんって話ちゃうの。いやもうほんま嫌なんですよ。ほな冷蔵庫とりあえず一回動かして、うわその時ガサガサガサっていきますよ。いやもうおったらガッとこんならしまいの話も。いやええやばいわ。ほんまどうすんねん。いや僕ねあれなんですよ、普通の人よりゴキブリにはすごい敏感なんですよ。それみんなそうやって。いや違うんですよ、子供の時にもうすごかったんよゴキブリは、実家が。まあまあ床がガボッといくぐらいやから。いやそれはもうひどかったんですよ。あの柱にね水枕下げてたんですけどね、全部ゴキブリがその水枕の裏に逃げてるんですよ。でゴキブリが絶対このここを巣にしてんのは間違いないことで、みんなで新聞丸めてこうやって家族全員でですよ、でこうやって待って、あの大黒柱の親父が水枕を行くぞって言ってパッてのけたらうわーって言ったんですよ。それをみんなで偉い出の子やな。偉い出ですよ。家族全員泣いてましたもん。涙拭いながらもうゴキブリと俺は別れたいからこうやって頑張ったんですよ。にもかかわらずまだいるわけですよ。怖いでしょ。大丈夫ですよ、あれから見てないんでしょ。まあいやあれからだ、でもまあもう 2,3 日前ですよ。あいつすごいよ、なんか夜中とかね、あのなんや出しっぱなし、ラップとかせんと出しっぱなしにしてたらね、ズル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 ってなんか吸うとるで。すごい食欲やねんから。めちゃ詳しいな。だってもうかなりあれやったからね。うちだってうちの実家はあれやもん、ゴキブリとのみはすごかったんやから。聞かんといてごめん。猫がおって、そいつが猫やないもうのみなんですよ。いやほらもうのみや言ってたもん。いや猫や。猫の原型なんや、のみやねんもん。もう全部捨てろやそいつ。だって夏にアロ太郎言うてガーアロ出て首だけはつけてあかんから、アロ出たら首に全部上がってきて真っ黒けだったんやから。ほんで兄貴ってうわー言うて顔ガバーハヒーンハヒーンは言えない。言い過ぎや。いやほんまにだってあの飲みってね、あのみんなここを食うんですよね。うちの家族全員こっから下もうすごかったんですもん。だから家族であの海水浴とかプールとか行ってもあの後ろから見ててもうちの家族分かるんですよ。あ、おとんや。兄貴来よったとかね。ほんま間違うことなかったんですもん。足見たら全部みんな食われてるから。か
かわいそう、かわいそうな家ですよ、うん、まあまあでも飲みはおれへんからね。まあまあ飲みはね今のとこいませんけど、ゴキブリ、まあ、大丈夫でしょ。家におる虫がもう許せないでしょ。なんでおんねんって思うじゃないですか。知らんがらし。クモもいるんですよ、これぐらいね。クモ殺したらあかんじゃないですか、うん、ずっとね、うん、ところが風呂場にいるんですよ、うん、こっちクモに気使いながら風呂入って流せや。いやもうそんなあかんやん、シャワーで流したらええやん。クモは殺したらあかんねん、それがもう気ぃつこて。クモ殺したらあかんって、あれなんか時間帯とかちゃうの？朝方のやつはあかんとか。朝でしょ、僕風呂入んの朝シャンですもん。知らんがな。ほんなね、ほな帰って夜に流したらええやんけ、ボケやん。いやでもお風呂の男にこうやっているんですよ。いやほんな俺行って流すわ、俺が流す。いやほんでね、こう一回バーって浴びてて、なんであのなんかでふわっとなった時に一回雲にかかったんですよ、うん、ほんでね、あのかかれへんようにしてたんですけど、そいつがプラッと落ちて、うん、でその風呂釜の中のこのなんていうんですか、お湯がバー流れていくところでくるくるもう回ってたんですよ。流したらいかんがな。でもくる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 なってるんですよ。それバーッ掴んでいやなっちゅうね、置いといたらええん。ほんでね、向こうにバーッてやったんだ。なんでやねん。ほんでまだ浴びてたらね、まだこっちの方向かってきとるんですよ。完全にあいつ死のうとしとるんですよ。殺したいゴキブリが逃げるでしょう。まあ大丈夫、まあまあでも引っ越しますわ。引っ越す。お前何もの金持ってんの。いや、それはいっぱい持ってますよ。いいっすよ。こうなったら開き直った。今は亡きアホ犬ペロの写真を定期連に入れているという動物好きの松本さん、はい、動物について教えてほしいんですが、怠け者は死ぬまで木から降りないと聞きます。しかしもし降りてしまうとどんなことが起きるのですか。降りたら何があるっていうのは、まあ、確かにあの皆さん木から降りてる怠け者っていうのは見たことないでしょうね。僕ぐらいしか見たことないんじゃないですか。あ、そうなの。僕はそのあっち行った時に見ました。あっち行ってどこで。欧米の方行った時に。欧米欧米のまたもうちょい向こうです。そこで見張った。これは完全に見たね。面白いな、降りたとこ見た。降りたとこ見ましたね。どうなったかを知ってる。知ってますよ。ほなちょっと知ってる。多分ね、誰も見てないと思ってたと思うんですよ、うん。人が見てると自分のキャラクターっていうのを大事にしますから、うん、絶対に降りないんですよあいつらね、はい、でも誰も見、そうですよ、動物なんてほとんどね人が見てるから意識して、うん、猫はね俺は猫らしいせなあかん言うてこんなんやったりとかしおるんですよ、はいはいはい、人おれん時も素ですからね。それはお前の顔がおもろいだけであって。ええ、ほんまにほんまに。ほんなまあ怠け者は、怠け者僕見ましたね、うん、バーッとあのガーッとやってましたよ、人がバーッおる時に、うん、何してんのそれ。気にガーやってましたよ、はいはいはい、でバーッとこうおるようになった時にちょっとまあこう見ますわね、まあ、当たりをね、ねえいつまでやってたんや俺みたいな。ほんでもうポーンと降りますよ。ほんでほんでずーっと木見てたのよこうやって。ちょ、なんでや。え、自分が今までこれか俺が登ってたんみたいなことですよね。で、こうやってか木見てましたね。あ、なるほど。とこう叩いたりとか。はあ、うん。そんなぐらいのことですけど。いや、十分です。ダウンタウン交友録。生で見えて本当に楽しかったです。あと久しぶりになんかこんなに大笑いしたのは、気持ちが良かったです。未公開トーク、まずは先々週のトークからもう一度。俺なこの間あのカウントダウン TV 行ったんですよ、うん、あの時にねやっぱりおいらはね、俺もお前もやで、なんかね、うん、やっぱスタッフ全然仕事したことないスタッフはすごいビビってるんやなっていうのがね分かりましたよ。そんなことないやろ。何ですか。パイプ椅子が5つあるんですよ。5つっていうのは未だ以下あのメンバーの数。そのパイプ椅子の横にふっかふかのソファーが2つ。これはどういうわけなんやろ。ほら他のメンバーはパイプ椅子に座れと、ほいで俺とお前はパイプ椅子7つやったらおいらが暴れると思ったんだ。他
ここまでが放送部分。実はこの後こんなトークが。こういうイメージを打開していかんといかんのですよ。いやだからお前こんな顔すんな言うんだ客に。あまあ客にまあまあそうですけどね、うんうん、もう本当にもうやめましょうよね。そうなん、雨降りなんかでも車と何でしょう、こうなんていうのスタジオみたいなとこパッとどっか屋外から出た時に、うんうん、車とのとこが3メーターぐらいしかないのにもう傘をふわってやられるでしょ。ほんでガーってやられるじゃないですか。やられますよ。そうなんや。え、お前やられへんの。いやもう俺はもうこんなんしながらもう。え、誰が傘さしてこうやってくれんの。いやいや、ほとんどいろんな人がやりますよそれは。でも俺やめてっていつも言うんですよ。傘さしたかったら自分で持つしって俺ほんま言うてるんですよ。ほんまに言うてるんですよ。いやそれをね、いやって言うてもう離さないんですよ。でそれをまたうんって取ろうとしたら、うん、怖いってなるんですよ。あの裏方の人に気を使われてるのはすごく嫌なんですよ。ああなるほど。マイクつけるんでもすごいんですよ。もう何回もすいませんすいませんって言われるんですよ。そんなことございませんよ、これつけていただく方がすいませんじゃないですか。いやほんとすいませんほんまに。ほんまですよ。マイク使うんだよ。そうそう。でもその中にもそういう中にも少しの刃を持ち、はい、行くような所存、はいはい、でございますよ。これはもう本当に。いやというかね、もうこの間の何やあのなんと鶴瓶さんの番組のとか、うん、あの辺の時も言ってたけど、うんうん、まあ、あんまりそんなん言わんでもええんちゃうの。俺らもそんな そんな扱いせんといてとか、うんうん、なんかごっついイメージよくしようと思われてるみたいに思われるやん。それもムカつくな。それもムカつくかな。もうそんなんもうええんちゃうか。なるほど。それもいやいや、そうそうそう、はい、自分どっちなの。そこは反対してよ俺に。こっち来たらいかんがな。それ君は君で戦わな。そりゃそうやわ。はがきいきますか。はい、はい、まあ、どうもありがとうということでね。俺な、俺でもなああいうの思うねんけど、あの子の親も多分テレビ見てると思うんだけど、多分ね電話かかってきて、あなたはなぜダウンタウンどつかれたのって言われると思うんですよ。説明のしようがないだろ。何もしていないじゃない。流れ流れ、そんなもん最初から見てたら分かるっちゅう、ね、親とかは分からないんですよね。まあね、うん、この間もほら板尾のパーティーパーティーありましたね。嫁反応の親族とか、うん、あれ何や思ったんやろな。いや完全に引いてましたよ。そうやろ。もう我々はもうむちゃくちゃじゃないですか。下ネタ飛び交うし、チンポ出して歩いてるし。ああいうのがいかん ねイメージはあるな。なんか知らんけど板尾の嫁もずっと父の谷間見してるしね。知らんやん。そりゃそういう服やからええやん。あの嫁は何セクシーを売りにしたいのかな。知らんけども、そんなやれへんねんで。くわー父の谷間見してんねや。でお色の直しでございます言うて、それで一回戻って次どんなんかな思ったらやっぱりガーッ。二次会や言うてカラオケ行った時着替えてきたんだけど、やっぱりガーッ。今日はありがとうございます。いやいや、これ強調せんの。Are we on the air, sugar? アカデミーやカンヌで票が真っ二つに割れた時、はいはい、最後に票を入れて賞、うん、を決めてきた松本さんに質問です、うん、ハリウッド版のゴジラは日本のゴジラと全然違うものになり話題になっていますが、あ、もし松本さんがモスラを松本バージョンで撮るとしたらどんなモスラにしますか。規模のでかい質問をいきなりアビサイかけられましたですな。アビサイってお前、え、ゴジラって全然違うんですか。顔すらはもう全然違うし、うん、あのガリガリなんですよ俺ゴジラが。ゴジラって
ほとんど見てたことないでしょ、映像を。あのね、ガリガリなんですよ、ゴリラ。あ、見たいわ、ガリガリのゴリラ。でもまあ今回は松本さんがもし撮るなら僕は監督をやるわ、うん、モスラをどういう感じでっていう、まあ、まあ今ちょっと田中角栄のモノマネしたんですけど、まあでもまあだけやな、はい、いまいち伝わりにくい。まあ僕はやっぱりああいう映画っていうのはコミュニケーションを取りながら作っていくもんですから、あんまり知らない人間を抜擢してもなかなかこう難しいじゃないですか。はあ、でもやっぱり名前がある人使いたいっていうのもあるじゃないですか。うん、まあそんなの考えるとやっぱりモスラは俺はお前に誘って。でやろ、うん、作ったらええわ。いやだからハリウッド版のゴジラを見ても分かる通り関係ないんですよ。前のを覆さないと意味がないんですよ、うん、モスラをやるならあなたがモスラです。何にもしなくていいですよ。ええ、どういうこと、何もしなくていいってどういうこと。いやもう、いやいや、なんか来たり、いやいや、もう私服でいいですよ。いやいや、ちょっと待ってよ。え、普通通りほんまにモスラーって言うて、こうやって言うて。いや俺、いやモスラーっておって、いや なんかされたりしたりせへんの。いやいや、だからほんまに街をこうブラ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 、別に大きくもないし、このままで、ね、モスラーですよ、モスラー3とか。まあとりあえずみんなが「おモスラー」って言うといたら、僕らもうモスラーですから、あなたはモスラーなんですから、もう普通にしといたら。ああ、なるほど、ええ、なるほど。どうですかこれ。いや、もう全然いいですよ。ほな、うん、あんたバージョンのモスラーは俺やとして、ええ、ゴジラっていうのはどうなるんですか。あ、それはちゃんとあるゴジラを使いましょう。それはお前ちょっとおかしいことになってけへんか。なんで俺モスラーってモスラー言ってて、こんなゴジラでっかいのが来るんでしょ。でっかいのがバーッときますよ。でゴジラ対モスラーなんでしょ。ゴジラはモスラのことを知らないですけどね。ほんなタイはどこにあるの。いや一応タイにしといたらいいじゃないですか。一応画面には出てるんですから。ゴジラと同じぐらいお前のカットシーンもあるし。いいじゃないですか。あ、同じだけのちゃんとノリとかも撮ってくれるわけね。撮りますよ、はい、例えばエキストラでも何でも普通、あーモスラだとかゴジラだとか言われるやん。俺は普通に歩いてるやん。何にも言われへん。そうですよ。あのゴジラを見て逃げ惑う人がこう来るところを、よな、お前はこうやってもうバーン。いやでも俺もやっぱり怖いから逃げたりせえへん。いやいや、そこはモスラやからゴジラに顔は。いやでも何にもできへんけど。これまで数々の女性を振り向かせてきた松本さんです。はいはいはい。過去に一度だけ、うん、渋谷のハチ公を振り向かせたことがあるそうですね。一体どうやって振り向かせたのですか。これはすごいですよ。あのね、これはほんまやったらね、みんなさんも、うん、皆さんよ、振り向かしてるんですよ。みんなさんが気づいてないだけなんですよ。じゃあ教えてくださいよ、 どうやって振り向かる。あーってこう渋谷の駅着くでしょ。えらい遠いとこから来たんやな。ね、うん、まあ電車降りて、はいはいはい、ハチ公はあの前におるんでしょ、はいはい、あっこ前まで来て、ああここが浅草かって言うから。それはよう分かったよ。方法はね、ええ、嘘は浅草か。ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。ここいう時とプロポーズの時は噛むな。でも普通の人を振り向かしてるんですよって言ったよね。はい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 。あ、一般の人が振り向いてる理由を言うてるんですか、うんうんうん、でも一般の人もそんなこと言うでしょ。いやあ、ハチ公のとこってここ浅草かとは言わへんねん。実際問題振り向かしてへんねんもん。マジで？そんなこと言うてる。それやったらもっとボケていかないかんわ。ほら出たでよ、おい。お前らはもっとボケへんからあかんねや普段から。渋谷でここが浅草かぐらい言えっちゅうねん。
俺家で一人でおる時もバンバンボケてるで。この間もね、家で一人でおる時ね、ずっとこうやって歩いてますよ。全然自由やから誰も笑いませんよ。誰もおれへんからね。そうそう。藤原のこのトークから。藤原でもいまだにもうすごいですもん。あ、まあ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 、あれはまあしゃあないよな。あのね、うちのねマンションの近所工事してたんですよ。でね、ちょっとうるさーって寝にくかった、うん、でもそれは別に藤原には関係ないやん、うんうんうん、だからもうなんていうの、一般というか普通の会話としてですよ、うんうん、いや藤原今日もな結構うるさかったんやって、うん、あそうですかって言えばいいじゃないですか、うん、そう普通の会話やから。申し訳ない、ほんまにね涙出るんちゃうかないうぐらい。ここまでが放送部分。この後意外な展開に、そういう扱いが嫌や。そうそうなんですよ。もっと「もうまっちゃん」って俺は藤原にも言うてほしいし。絶対違う。それはないわ。それ藤原が言うたらキレるやろ。そら、いや僕はキレないですよ。うん、ほんま、はい、もうそれは全然大丈夫ですよ。え、終わってからバーッと行って「あ、まっちゃん」言われてもええねん。藤原、あもう全然かも、まっちゃんお疲れ言われて、あ全然かも、うん、むしろ俺はケツを蹴られていきたい。お前噛んでるやないか、お前。まちゃお疲れ。バーン蹴ってたらパーッといけるわよ。そう、俺は蹴ってほしかったわ。なあ、平気でパーッと。言えんのにやな。まちゃお疲れ。蹴れや今。ケツちょっと出して歩いてるのに。30分ですけども、はい、はっきり言うときます、はい、元気がない。誰客に元気がないです。なんで、まあ、タクシードライバーの歌も、はい、そんなにウケてません。もうね、もう気持ちはどっか他行っとるんですよ。そんなことあれよ。なんかもう常夏行っとるんですよ。まあまあいいですけどね、そんなんだ、そんなんで。あれですね、今回あれやられましたな。何をやられましたわ。何は、北の国からやられたってどういうこと。泣いたってこと。あれね、すごいよお前。あれは汚いよな。いやごめん、俺は見てないんですよ。あ、見てないんですか。まあまあ久しぶりやし、はい、まあまあ3時間と2日目がね3時間半ですよ。いやいや、ええがん、泣いた、泣いた、ね、泣いてるやん。あのね、正直言いましょうか、1回目2回見たんですよ僕。2日目の最後の30分ぐらいがのとこは2回見させてもらったんですよ。いや、ビデオに撮ってましたから。ビデオに撮ってまで見てたんや。はいはいはい。で、まあまあ、2回見たっていうことはもうまた泣きたかった。うん、どうかな、2回目見たらどうなんやろうって思って、はい、もう正直言いますわ、はい、2回目を昨日見たんですけど、はい、号泣。違うんですよ今回ね、死と結婚とかそういうのがテーマなんですよ。あれね、卑怯、まあこれあんまどう、あ、前も見るやろこの先。いや僕はあのシリーズ見たことないんですよ。あらら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 、ごめんなさい。そうなんや、ほんならまああんまりあれやな、それやっぱ最初から見といた方が、いやでも余計泣けるってこと。でもまあまあついてこれるんちゃうかな。っていうかね、蒼太兄ちゃんが死んだんです。誰やねん。俺見たことない言ってんねん。翔太兄ちゃんも知らんようなお前に何もしゃべれんか。だから一番最初に言うたから俺見たことないって。じゃあ翔太兄ちゃんは岩城浩一さんなんですけど。あ、それは知ってる。岩城さん全然知ってる。あの人が死んだんですよ。ずーっと生きてたわけですよ。いや、そらそうやろ。もうあのドラマはもう20年ぐらい前からやってるわけですよ、うんうんうん、ずーっと
っと生きてた人が死んだらやっぱきついじゃないですか。あ、それは確かにそうや。でね、ホタルが結婚するんですよ。その前にソータ兄ちゃんが死んでしまうわけですよ。ほんで嫁さんがスピーチするんですけど、うん、実はソータ兄ちゃんはすごい楽しみにしてたと、うん、結婚式を。ほ、うん、で、スピーチの稽古をしてたのをカセットテープに撮って見つかった言うて書けるんですよ。死んだ人間がカセットテープからおめでとう言う、これはね、そのね、あおおおそらもね、作ってるサイドにしたらあんたええお客さんやわ。やっぱそれが狙いやもん、作ってる側は。今回はね、ほんとしてやられましたね。あ、そう、しょうがないです。いや、おかしなとこいっぱいありますよ、うん、で最後はあの田中邦衛の嫁さんが一大変なんですけど、うんうん、それはもうだいぶ前に死んでるんですよ。ほんでね、あのバーヘベレケになるんですよ、田中邦衛が酔うて。ほいで何ですか、最後にこう、ね、寝て父さん風邪ひくよとか言って、うん、ここに着物のここに何か入ってるんですよ、うん、パッて見たら一大変の写真を入れてたんですよ。あ、なるほど。そこでまたあそこもね、確かに僕泣きましたよ。泣いたんかい。でもその前田中君に上半身裸で踊ってるんですよ。いやだから違うわな、お前あの写真どこに入れてたんやっていう話。アホ、お前時間経過とかあるやないか、寝るまでの間に。お前裸やって踊る前はこっちに置いて隠してたほんでわー踊ってる。でまた着物着てからこうやって入れたんだ。そんなん言いながらあんたそれ見て泣いてるわけ。泣いてるんやん。それ構えへんわな、がっぷり泣いとるんですけど。そやろ。今回はまあそういうことでね、本当にあのなかなかのもんでしたよ。ええ客の代表やな自分。つかね、やっぱあのさだまさしの歌はあれ卑怯やね。何か言うたら出てくるやろ。あんなやったらな、別に何したってあの曲で泣けてまうみたいな。そんなことない。それはないわ。いや俺がな裸で走ってても泣いてまうで、あの曲に流れたら。それはないって。絶対泣いてまうって。違う、今までのいろんなことがあってのあの音楽やから泣けんやろ。いや、ちゃうねん。もうわー言うてさだまさしの歌に飽きてきた頃に今度トランペットが入ってくるんですよ。マコとかでももうダメなんですよね。あ、そうなんや。いや今回はもう本当にもう捨てやられましたね。あ、そう。まあ、ほんだら あれだけ見てもまあまあわかる。あ、じゃあビデオほんま貸したるわ。次の時ちょっと感想を。6時間半あるんですけどね。え3時間と3時間半ですから。ああ、いやもう確かにそれ連続で見たらもうどこの国からかわからない。いやいやいや、いや北の国やろ。いや、まあ、北の国なんやろ、何やろみたいなバーッとなりますけど、まあこう分散してみたら途中でやめてもいいですから。あ、そうですか。まあ不満はありますよ、そら何個か。ちょっと倉本総に言うたらなあかんなみたいなとこはありますけど。ちょっとおかしなシーンもあるわけ。そうなんですよ。潤と宮沢りえが離れて暮らす意味がわからんのですよ。まあそれ言われても俺わかんないけど。無理やり引き裂いたみたいな感じなんですよ。別に何っちゅうことあれへんわけですよ。離れてコンビニに勤めなあかんって、なんであかんねん。まあまあそうなんやろ。お前 AV 女優やってたんちゃうんかいみたいな話もあるんですよ。へー。あ、 AV 女優やってた。やってたんですよ前。あ、それがなんで今回に限って実家におってコンビニに勤めなあかんのかいうのがようわからん。それを倉本聡のあれをパーンやったらどこやねん。側面を。あ、ビンタでええやないか。側面を微妙なとこ行ったろうかなと思ってますけど、ね、まあまあ見てみますよ。いや本当にそうしてください。そうですか。泣くか。泣きますね。あ、そう。ありがとうございます本当に。なあ、何をおっしゃいますやら。あれおもろいで、人生ゲーム。そんなの昔から、ね、暇やったから人生ゲームやってた。昔からあるやん。あれはあれで面白いですよ。あ、そう。ええ、うん、なんかね、最初サラリーマンコースを選ぶかビジネスコース。ビジネスコース、はいはい、でも僕ビジネスコース選んだんですよ、うん、タレントになったんですよ。おいおい、タレントになったらすごいんですよ。これから給料日が来たら回すごとにそれのかける100か1000かなんかなんですよ、うん、ギャラが。いいじゃないですか。給料が、うん、すんごい。やっぱタレントってちゃうなー思って、うんうん、ほんならね、どっかでね、あのずっとタレントで大儲けしてて、うん、笑い止まらんかったんですよ、うん。ほらね、次振って3かなんかで止まったらね、ベストセラー、本を出したらベストセラーになる。これはすごい。それでまたダーン入ってくるはずやったんですよ。ガーッと回しすぎてバーッ通り越して、うん、なんか急に嫌になってアルバイトを始めた。うそーって。それは言うやろ。ギャラもすんごいことになってもらって。バイトやからな。そうなんですよ、うん、でその前に結婚してたんですよ、うん、嫁はん横に乗すじゃない、うん、こう
もう嘘みたいな話ですけど、アルバイト始めてからね、動かしたら嫁がプロプロ落ちるんですよ。もう嫌になって知らなかった。タレントのあんたと私は一緒になったんや。面白いですよ。まあまあまあ、ちょっと気悪かったけど、うん、でも昔からあるから、いまだにやっぱり売ってんねんな。売ってるんですね。そんなんなんですよ、人生ゲーム。人生ゲームね、楽しいでしょ。俺はやってないっち。沖縄行くねん。何しに爆発してないか。あ、そうなん。はい、あ、沖縄行ってくんの。はい、もうちょっと今年の夏から私変わりますんで、一つよろしくお願いします。え、沖縄行くことが何が変わることになるの。もう小麦色になり。なんで。ちょっと大胆に、うん、思いのほうが大胆に行こうかなって思って。例えばどういうこと。思いのほうが大胆に。男らしさをもっとアピールして歩いていこうかな。左右左右で。いやいや、まあ、そんなんはどうでもいいんだけど。いや、そらテレビ見てる人、今日こうやって来てる人が、はい、夏明けて、はい、まっちゃん変わったよね。あ、なるほど。いうのはだから、どういうとこが。まず、もうヘアスタイルから変えていこうと思います。あ、うん、それは確かに変わったよねの第一歩。どういうことやねんお前ら。おーって文句あんのかこれ。今の左分けにこれ。右分けか。右分けちょっとね、もうちょっと2ミリぐらいにしたわから。あんたちなみに頭の形ってどうなってんの。結構悪い。いや、悪くないですよ。僕だって高校の時角刈りしましたからね。結構後ろ綺麗に丸い。丸いですよ。あ、なんかいいですね。僕絶壁なんですよ。あ、そうですか。うん、だからツルツルにしてた時期もあったんですけど。まあでもお前は何したって別にいいんちゃう。何それ嫌な感じ。まあ異性にそんな相手されてないから、うん、僕なんかはね。え、いや、自分そんな言うてるけど、ほんまにやれへんかったらまた嘘や言われる。いやいや、僕やりますよ。お前2ミリにすんねんな。2ミリにしますよ。これ楽しみにしよう、うん、沖縄帰ってきたら人気や。ね、これは楽しみにしよう。多分ね、ガッツリブサイクになるから。俺にブサイクって言われるから、ね。もう、なんやったらもうタトゥーも行くかもわからない。行ったらええねん、行ったらええねん、はい。で、どの辺行っとこう。いや、もうここに行こう。こんなとこ入れてどの辺。何してんのそれ。いや、もう本当に、もうデビルマンみたいなタトゥー入れようかな。何を言っとんの。元気ですか、皆さんは。ね。田舎帰るんですか皆さん。で、どうなんでしょう。大体でも地方でしょ皆さんね。東京出身者っていますか。こんなもんや、見てみろ。全部田舎もんや俺。恐ろしいわお前ら。そんな少ないの。東京人みたいな顔してバカじゃないの。そんなに少ないの。いや、もう一回ちょっと東京出身者手挙げて。で、はこんだけや。でもなんか田舎っぽい。この番組ってカッペが作り出す番組。ここに立ってる俺らもカッペやけど。どこや、どこやねんお前ら。どこ出身やろ。例えばあなたどこなんですか。どこ出身。茨城。なまってんの標準語。自分今標準語ちゃうよ。今の東用心棒の言い方。標準語や。標準語。用心棒や。これはあかんわ。ああ、そうなんや。そうなんですよ。ほんなら、なんか何、段ボールで何か送ってきたりすんねや。な、うん。そうなんですよ。送ってきますよ。送ってくんねや。うん、ああ、そうか、そうか。それも、お姉ちゃん、夏物とか。それ、あげたら別に夏物じゃないんですよ。これ、前のなんかで使ってきた段ボールなんですよ。食器とか書いてるんですよ。あげたら別に服なんですよ。前変えただけなんです。なるほどな。
そんなの、ね、大変や。大変です、頑張ろう。頑張るしかないですよ、ね、なんか本当にブルーになってきました、ね、じゃあ、 今から、2分ほど時間あげますんで、みんなお父さんお母さんのこと考えて、その間さだまさしの曲流れて。そうですか、そうやったんや、はい、じゃあ行きましょうか。やめたれや、お前めちゃめちゃ蹴ってたから。趣味が人間ウォッチングだという松本さん、はいはい、人はなぜ貧乏ゆすりをするのか。あ、貧乏ゆすりとは一体何なのか、貧乏ゆすりの正体を教えてください。貧乏ゆすりの語源知ってます？あ、知りません。金持ってるやつをゆすったって何もならないわけですよ、うん、なるほど、わかる。ちょっと今君なかなかいい目してたね。どうでもええわ。ね、はい、金持ってるやつをゆすったって、はい、金持ってるんやから、はい、持っていけってなもんじゃないですか。でも取られるの嫌やん。まあ取られるの嫌ですけども、まあ余裕があるじゃないですか。まだね。ところが貧乏な人間をゆすったら、うん、どうなると思います？そらもうえらいことです、ね、そらもうカタ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 。ビビってもうて、ビビってもうて、ないのに、ないのに、パタパタ。リズムはどうでもええよ。リズム。そんなもんのリズムは。いや、そうじゃないですか。足で言うとそうじゃない。これ貧乏ゆすりですよ。これはないのにですよ。タタタタン、タタタタン、タタ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 ン。長いな。刻んでますから、刻んでますから、足刻んでますから。うるさいな。こういうことだと僕は思っているんですけど、はいはいはい、それは皆さん当たっているとあなた含めて思いますか。でもなんか何、その貧乏ゆすりばっかりしてたら貧乏なるでとかっていうのは嘘なの？いや、それはない、それはない。もともと貧乏ですから。なるほど、ええ、そういうことなんですよ。まあ語源が貧乏な人をゆすった、ゆすられた貧乏人が、ええ、なんや、タタタタンか、タタタタンってやってる。タタタタン、タタタタン、タタ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 ン。だから貧乏ゆすりしてる人を見といてください。ウォッチングしてみてください、うんうん、今度喫茶店でもどこでもいいです。パッと貧乏ゆすりしてるやつ、うん、それをちゃんとタタタタン、タタタタンになってますから。パパパパン、パパパパン。そんな見たことないけどな。ないのに、ないのに、お金お金ないのに。まあ、リズムには合ってるね。そうなんです、うん。まあ、人はなぜ貧乏ゆすりするのかやん。語源はそれは分かるよ。そうですよ。でも今現在、まあ、やる人もおると思うんですよ、まあ、僕もやりますけど。あ、それはなぜやるのかっていうね。あなた貧乏ゆすりやりますか。今なんか気ぃついたらこう飯食いながらでもやってる時あるみたいな。ないのに言うてるんですか。え、ちょっと待って。そうか、貧乏ゆすりやってることはないのに、ないのにってやってる。お前のそれ貧乏ゆすりじゃないですよ多分。普通はないのに高かったんですけど、うんうん、お前はなかったのに、なかったのに、かかっただったん、かかっただったん。じゃない、人によって違うってこと？人によって違いますよ。だからその辺ちゃんとウォッチングしてあげてほしい。あなたしないんですか？僕しないです。あ、僕はやっぱりなんかそういう欧米調の育てられ方してますから。お前なんか言ったら欧米って言うよな。何やねん。まあ、いいけど。いや、親の教育はやっぱりそういうことを しないっていうことでしたから。ああ、貧乏するなと、うん、あの嫌な時は本当にナイフとフォークをバッテンにしなさいっていう教育をされたんで。お前はあれか、フォークの上にご飯を裏向けにして乗せて食べますね。ステーキもやっぱり最初にミニサイズにしてからこう。なんで隠れてくわな。いや、もうおかんがそういう教育でしたから、ついばみなさいっていう。なんて、お前とかのババアはもう飯食えとか言うでしょ。飯食え、あ、飯食えこれ、はいはい、マサトシ、マサトシ。なまってるやん、わかるやん。お前これ早飯食え。お食事をついばみなさい、ついばみなさい。
ついばめばうまいのであうちの親父はね ついばんだ方がうまいのであ蝶ネクタイピカッてやアホ一回やないかもともとすごい松本さんがバイアグラを使うとどうなってしまうのですかまず皆さんバイアグラをどの程度ご存知なのかというところから話しないといけない現にも分からないって言ってますから分からんことないですよいやいや分からないみたいですよえ分からないですかバイアグラいや意味なんねうわーごっつい幼稚なんよお前まあまあ分かりやすい説明ですなんか今話題になってまして、はい日本ではなかなか手に入らないんですけど向こうまで行って買いに行って今までが立たなかった人がそれを飲むことで、はいあらもうすごいことになるって言われている、うんまあ、僕はでもまだまだ全然現役ですから、うん、もう脈打ってますから、うん、赤と青がもうこうなってます赤と青赤の脈と青の脈がもうこうなってあかんやんでも先っちょからこうやって出てますからそんなの妖怪やな、うん、バチ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 お前それぐらいすごいそれぐらいの何真緑やしキッショただほなそのバチバチ言うてるあなたがバイアグラを飲むとはいはいこれはどうなるんやといやこれはねすごいこうバーンと弾けるようになると思うでしょう、はあ、世の中そうはいかないんですよいいですか普段からガーッと前に飛び出してるものを、うん、さらに飛び出そうとしてそういうことを飲むとね、うん、一回ドーンへこみますそれしぼむってことですか一回ドーンへこみますへこむってどういうことですかいやいやいやもうこっからドーンしぼむんじゃなしにこうなるよ、うん、だからバーン飲んで10分ぐらいしたら一回ドーンなって玉がグーッなってからもうドーン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 って朝までよだっけものすごく効くっていうことねうーん簡単に言うたらものすごく効くっていうのああまあそうやなでも君なんかはほら、うん、まあこんなん言うたらあれかけども、うんうん、まあもう不能やんかだからなんでやねんまあしょっぽいなりにも飲んだら普通になるかふにゃふにゃなりにもふわーっとはなるもっと効かなあかんのちゃうのかバイアグラ飲んだら宙に浮いたみたいな感じそれは上で面白いから飲むわ風がさーって吹いたらふわそれは上で飲んでみたいわ風が下に入るからねふわーふわーだこれふわー軽いなこっちから来たらもうふわー一回絡まってなんかこんなになったらボクシングの試合中にセコンドがタオルを投げ入れると自動的に負けを意味しますが、うん、他に何を投げ入れるとどんな意味があるんですかあのボクシングっていうのはやっぱり孤独の世界ですから、はいトレーナーやね、はい、コーチがなんぼ言うてても、はい、試合がいざ始まると、うん、もうそこはもう孤独の世界ですから、はいはいどうすることもできないわけです、うんまあ、強いて言えば何か投げ込むことによって相手に、うん俺は今こう考えてるぜっていうことを教える、うん、こう考えてるってだからもうやめてくださいっていう、うん、もう殴らないでっていう意味でしょもう殴らないでっていうことですよね、うんタオルなんかは、ねはいはいあとまあいろいろ僕まあ試合所ほとんど見に行ってますからいろいろ投げ込むのは見てますね他何一回新聞投げ込んでたんだそれなんか意味があるんですか。それはもう読めってことです。真剣にこの記事見てみ。いやいやそんなことより。それは後でいやこの記事見てみ。終わってからやったらあかんのか。いやもう今見たんでしょ。真剣にやってる時に。いやあいけよー言うてねまあこう見てなあってことで。これ見てみと。この親子、子が親を殴ったいうこれを見てみることでしょうねなるほどねそんないっぱい見てきましたよ試合なんか関係ないんやなそういうものは別に試合に関係ないものを投げてもいいわけ孤独の戦いですから何回も言いますけども、はい、自分の選手が孤独に負けないように、うん、負けないやっぱりいろいろこうやってあげるわけですCD 掘ったりとかもあるしえ、何何CD 掘ったりとかもあるし
CD 掘ったって聞かれへんわな、試合中。いや、この丸みを見てみよ。うん、だからそれは試合中やから終わってからでデジタル時代終わってからでええやん。終わってからで別にデジタル時代って言われたってそんなの分かっとるしやな、今の世の中。いや、それは僕自身関係ありますよ。なんだよ、殴られてこっちこう言ったらまだバーン殴られて、なんやねんお前はと。このデジタル時代を見てるんだよ。意味ない。そんな殴られてるデジタル見たことあるか。あ、分かれへん。理解力ないわ。いや、理解力の問題ね。意味ないから、そんな今投げたって。あ、これを投げてやることによって自分の選手がもっとこう、よしやるぞって思うようなものとか、うん、それやったら分かるでしょ、うん、そう思うやったら自分考えて投げたったらええんちゃう。ラン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 さん、今日来たお客さんは良かったですよ。実は私も今日初めて見ます。さあ、それでは皆さんにご紹介しましょう。新しく生まれ変わったんだ。何になりたいの？いや、もう結構気に入ってるんですけどね。マジ？え、嘘、どっち？なんか、いや、なんかボタモチみたいな。いやいや、賛否両論ありますよ。あ、そうなんですかね。それは前のまっちゃんのがええっていう人も、まあ俺はそっち派やけども。ちょっと待って、もうそんなん、もうちょっとオンエア関係なしに聞かして。はいはいはい、あの前の方がいいという人。ほら、こんなもんやんか。いや、こんなもんって大体ってやめてる。いやいやいや、今の方がええっていう人。ほら、見てみーな。今の方がええよな。それはね、それは人事やから。めっちゃワイルドやん。俺ね、正直言うてもっとおかしになる思ったんですよ。もう家帰ったら鏡ばっかり見てんだよ。いや、ワイルドじゃない、なくなったね。あの髪の毛あった頃のがワイルドやったわ。今なんかふぬけみたいやもん。うっそー、めっちゃかっこええやん。あのごっついいじめられやすだったわ。そうかな、俺こうやってやられたらめっちゃ価値悪いと思うけどな。いや、でも普段からずっとこうやってる場合じゃん。普通にしてる時、あんた目大きいからなんかボクちゃんみたいになってる。あの可愛さがなくなってる。あ、あの怖さがなくなってる。なんかホモーズになってるから。こら言うて。これね、俺はすごく気に入ってるんですよ、うん、もうめっちゃ気に入ってるんですけど、周りがね、誰もいいって言うてくれないんですよ。確かに。ただ今日俺は、うん、あのオープニングの現場へ入って、俺は違う部屋におったんですよ。あそこけえんなけえんな、あやっと来たな、あ来たんかいって言うた途端に、なあってすごい声がするから、なんやねんって言うから、あ
ほんだ俺はもうトークまで見よいしょと。いや俺オープニングずっと、ね、タオルを巻いてたから慣れっちもあるから、ね、慣れっちゅうのあるんですよ、うん、だって俺自身あんまり慣れてないねんもん。あ、そうか。あのね、うん、トイレとか後ろ見せて。うわ後ろこんなんないよ。お前これ晒す前にあのデラックスの後ろ姿出てたら分かれへんわ。いやこれでね、あのね、トイレとかまあ普通にしてたんでもう忘れてるんですよ、自分が髪の毛ないことを。はい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 、はい、でトイレとかバーって行くでしょ、何のしなしにこうパッと鏡見たらえっと思うんですよ。一瞬うわっうわってなるんですよ。なんでやなんでうわってなるんですよ。いやなんかその構造本能みたいな敵やみたいな感じでうわってなるんですけど、今までこう綺麗にこう髪の毛があるからどうしてもこうしか行かへんかったけど、うん、こう行けるよな。いや、違うんですよ。あのね、みんながね、なんかいいって言うてくれないんですよ。もっといいって言うてほしいんですよ。いや、でもね、うん、頭の形はいいんですよ。めっちゃめっちゃいいでしょ、丸くてね。頭の形はいいんですよ。そうなんですよ。僕はそれできないんですよ。僕もう絶壁やから。俺は単純に殴りやすくなっただけっていう。それとね、ちょっとね、はい、焼かれすぎたんですよ。どういうことですか、焼かれすぎ。太陽に。はい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 。顔がね。はいはいはい。で、余計に。あれなんですよ、ボタン持ちみたいになってる。いやボタン…いやいや君が甘党ならそれでもいいですよ。ボタン持ち変え。ボタン持ちがレギュラー4、5持っとるかい。モニター打ってめっちゃかっこいいんですけどね。かちょっとだけ何人かわからない国籍不明みたいなとこがある。それはそれでまたミステリアスなまっちゃんということでね、まっちゃん言うてもうたらあかんねんけどね。ミステリアスや言うてんのにね。ですよね。まあ別にさ、お前が俺と俺の憧れってさダブル坊主言う。違うねんて、俺名前変えてダブルハゲちゃんですかな。ハゲあれへんがな。そんなんどうですかね、ダメですか。違うねん、いやほんまに君頭の形いいから。はいはいはい、はい、俺あかんねんってほんまに。あ、そうですか。正面から見たらこうなってますからね、頭やりイカみたいな、やりイカみたいになってるから。これはきついんですよ、もう横向いたらこんなんですよ、僕先っちょとんがって。あ、そう、うん、ハゲがないんやな。ハゲないですよ、僕。なんで。だって綺麗やな。本当にもうすごい大事に育てられたからね。いやほんまやな、本当にもう門限5時でしたから。門限5時やからハゲできる暇ないっちゅうわ。ハゲないし綺麗やな、形が。本当にもうありがとうございます。いやいやほんまに。ほんで、要は坊主にしたらね、この生え際とかもなんかちょっとくんなんなって、変なやつおるやん。はいはいはい、綺麗でしょ、綺麗になってるな。いやいや本当にありがとうございます。いやほんまに。俺とコンビ組めへんか。この間の放送以来、北の国からの蛍の嫁入りシーンを毎晩見ては涙している松本さんに質問です。なるほどね。あのさだまさしの名曲、うん、あのラー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 ですね。ああ本当は歌詞があるらしいんですが、どんな詩ですか。これはね、本当にあったらしいんです。え、ほんまですか。ただ、あのさだまさしに、うん、倉本壮が、うん、さだ、アホかと。合わん、合わんと。それは合わん、違う、考えとんねんと、うん、この言われた。いや別にそんな。なるほど。好きなわけないけど。だからほら教えてくださいよ。何がですか。いや何がですか。今横で言うとるがな、はいはい、その歌詞は。まあいいですよ。どんなんでしたっけ。あんた一番知ってるから。ララっていうかあーでしょ。ああもうここにララって書いてるから言ってしまう。あー、はい、はい、なんかこういうのってちょっと恥ずかしいもん。いくらネタ振りとは言えども。じゃあ松本さん、はい、よろしくお願いします。はい、さあ松本人志が歌います。え、あるんや。はい、お願いします。じゅんほたるはラララじゅんほたるはララってなんか浮かんでくるでしょ、北海道が。そう、はい、
というかちゃんと話になってんの？なってますなってます。俺は早止めすぎた。止めすぎた。ごめんなさい。止めすぎた。いやついちょっと頼むよ。ジューンホタルはあら今からが見せ場やねん。こんなんくすぐりやねんから。はい、すいません。ほな、うん、お願いします。ジューンホタルはあらら田中邦衛ら。役名で言うとんのになんで親父は田中邦衛って芸名そのまま言うねん。あの親父はなんちゅうなあの芸役名やねんなあ。ひとしの筋肉かひとし筋肉田中邦衛はなんちゅう役名やねん。なんやねん今からまだやるんやろがボケ。これ田中邦衛って言うな言うねん。ごめんなさい、田中邦衛 の役名がいまいち思いつかなかったんですよ。何でしたっけ。あ、五郎やそれ。五郎でいいから田中邦衛やったらあかんやろ。大丈夫か。じゃあお願いします。ジューンホタルはラララゴロララララ蔵元。今日はもう何を言うたってもうそれはもうみんなの目線は全部ここへ来てますから。そうなんですよね。何をしよう。なんかいまいちやりにくいんですよね。なんかほらズラの人と喋る時にあんまり上見られへんから、ええ、ちょっとこの辺見てしまうっていうのあるじゃないですか、はあはあ、なんかそんな感じやわ今。ちょっと待ってちょっとあんまり一番ズラから遠いところに自前でズラとか何個か用意してこう今日はほんなこの髪型でとかそんなんで現場来てくれへん。なんか時にはこんな長いな木村拓哉ばりのロン毛とか時にはこんなアフロみたいな頭でこう来るとか。お前な俺一生髪の毛もう生えへんのそれやったら俺も考えるわい。それかこれなバレてなかったらな、うん、こんなんしてんの知らんやんか他か思いやせんかったら。知らないですね。もうズラバレバレの頭にして一番最初に誰が何て言うてくるかっていうさ、それはやってほしいな。なんかあのパッとみたいなこうもうズラやんっていう。あのズラの人って普段はシャキッとしてんねんけど、うん、酒とか飲んだらもう訳分からんなってくんねんて、うん、でちょっとシャキッとしとかなあかんっていう気持ちもあんねんけど、うん、もうズラやいことを忘れてるわけやないんやけど、うん、もうええわってなるらしいねん、うん、なんか前ね今だか誰か飲みに行った時に、うん、横のさん思いっきりズラなんですって、うん、でガー飲み出してねだんだん手突っ込んで書いてるんですよズラの中にガーってもうね手にも毛つけろ分からんように